聞こえたって今。やばい、そう、髪をさ、こうレイヤー入れてからさ、こうやってなるのよ。だからこうやってやっちゃうとさ、もうなんか違う人みたいだね。そう、なんか男の人みたいなさ、あれに仕草、愛理ちゃんのお家に来てるんですけど、ちょっとあれ見せていい？グリコ。あ、いいよ。ちょっと待ってね。見て、これ。これ昨日イベントで、グリコさんにいただいたんです。お菓子の詰め合わせセットみたいな。そう、なんか江崎グリコさんとのコラボイベントみたいな感じだったんですけど、昨日それで牧場搾りっていうアイスを800ローっていうイベントだったんですけど、今日はありがとうございましたっていうことで、このお菓子の詰め合わせセットを4人全員いただいたので、これを愛理ちゃんと一緒に食べようって思って。持ってきました。パンパカパンパンいパーン。やすごかったよね、中身。グリコさんってすごいね。しかもこれね、ほら、お揃いだって書いてあるじゃん。うん。これファンの人もガラポンで当たるのよ。だ最か高らアじゃイん。ス買ったらガラポンもできて、すごガラポンっていうのあれってい。ガラポン。もできて。グリコなんだね。そういえば、牧そう、場。グリコだったんだ。こマれジでを美味しいよめっちゃ入っね。てたよね、びっくりしちゃった。これを食べながら、最近ね、私たちちょっと鑑賞したりしてるんでね、鑑賞会をしたくてこれを持ってきました。しかもめっちゃ重いんです、これ。そんぐらい入ってるの、中身が。すごいね、なんかもう太っ腹ですね。太っ腹です。まだ全然食べてない。1個だけ食べましたけど、すごいでしょ。いや、本当に皆さんが「神イベ神イベ」って言ってくれたんですけど、本当に神イベだったと思う。だって一人一人とちゃんと話せるし、しかもアイスを買うと、まだやって なこっいよ。ちの配信超えちゃって、オッケー。ダメちっちゃいんだよ。だし、とかアイスも、購入するけど、美味しいアイスが食べられるメンバーとお話できて、ガラポンもできるっていう最高神イベでしたね。まあ、それもこれも、HKT ファンの皆さんがお利口さんだったからですよ。本当に。もう、グリコさんも、マークイズの皆さんも、HKT ファンの方は、みんなお利口さんですねって褒めてました。みんなのこと。そう。ね、聞いて。しかも保冷剤付き、ちゃんと。購入したら保冷剤のバッグまでくれるんだよ。すごすごすくぎない？る。で、なんか私のコメントに、公園に入る予定だったから、なんか保冷剤バッグに入れたまま車に置いてたけど、お家に帰るまで溶けてませんでしたって。すごくないですか？神イベでしょ、それは。さすがに。ASMR。 いいね。あゆちゃんの配信にも見せてあげて、これ。 あ
アイディもらってないんだよ。いや、一緒に食べようって。うん。言ってるやん。そう。くれるっていうことですよ。でもちょっとさすがに多すぎるからさ。うん。ね。どうしようって。サーティワンのさ、ギフト券あるんだけど。なんで？前になんかもらったって言ったじゃん。ショールームの？そう、それ使ってないからさ。あの、キティちゃんの。売り切れてんじゃん。羨ましいだって。そう、ポッキーもブリッツもなんかいろんなの入ってた。あとあのなんかさ、ちっちゃいさ、なんだっけ、サイが好きなこんぐらいのカリカリの、なんかお酒のつまみみたいな。あーなんだっけ、ベーコンのやつだよ。なんだっけあれ、クレッチャー、カレー、そんな名前、クレッ、いや見ればいいんだよ。くれ見ればいい話。くれちゃ、なんだっけ、くれ、聞くって開けるのが大変。クラッツ、クラッツ、クラッツだって。サヤミリーハウスの時めっちゃ買ってたよねこれ。みんなで一緒に食べて、お酒飲まないのにこれは食べてました。こんばんは、おめでとうか、ありがとうございます。見て、焼きとうもろこしなんて絶対美味しい。もうね、めっちゃいっぱい入ってんの、すごいでしょ。これエリちゃん好きだね。うん、好き。海苔わさび味だって。それは好きだね。わ、これみーちゃんにあげればよかった、ホタテ味。ホタテ好き。あ、見て、ホタテ醤油、美味しそう。あー美味しそう。絶対に美味しいおやつばっかり。はい、これ絶対好き。お待たせした、バター味、こういうのがいっぱい入ってるのをいただいちゃったわけですよ。なので市村邸に持ってきました。ありがとうございます。やばい、聞かないとがもうすぐで始まっちゃうんだ。え、やばいじゃん、もう無理、無理だ。あ、もう一緒に聞いてください。ありがとうございます。アーカイブでも聞けるけど、ありがとう。一緒になんか聞ける人は、流せる方お願いします。ちょっとごめんなさい、時間がなくて。そう、昨日のやつ、あ、すいません。グリコの箱で肩どつかれた。すいません、大きすぎて痛くはないけど、すごいな、すいません、あ、すごいね、すいません、すいません、すごいね。一緒に食べようっていう、明日ポッキーの日だってさ、ちゃんすごい、キャーン、ポッキー配信だ、ポッキー配信。これはもうこちらのポッキーをぜひ、はい、もちろん食べてください。すごい、ポッキーの日か、11月11日。すごいでしょ、これ。リコが。ありがたい、ありがたい。これを持って、もう持ってくるのも大変なぐらいさ、大きいのよ。重たいし。これファンの方さ、当たってた方何人もいたけどさ、これにアイスも持って大変だっただろう。咲いちゃいます、咲いちゃいます、いて、爪も刺さるよ、もうネイルも刺さって、今自分からぶっ刺さってきたよ、わかんないよ、すいません。あ、じゃあこちらにもネイルを見せて。爪がね、見てください、本当に咲いちゃんの爪がもう当たるからさ、本当に可愛いじゃん。刺さるよ。可愛いでしょ。じゃーん。なんか俺の携帯、アイチーの通知は来るのに、さえちゃんの通知は来ないんだけど。うん、え？なんかそういう方多いよね。なんか私の通知来ないだろ。私ショールーマーじゃないからちょっと。通知もまばらなのかな。
なんでだろう。私の設定は別に何も触ったことがないので知りませんけど、なんでですか。教えて誰か。なんで愛理ちゃん通知は来るって。なんで、なんでだろうね。でも私の通知が私の通知が来てる人もいるでしょ。ほら、なんででしょうか。なんでだろう。755の通知が来なくなっちゃった。755は本当に本当に一握りのメンバーしかやってないんで、 HKT は。なので通知っていうほどないかも。もうハーチが卒業しちゃってから本当にね、動きがほぼないです。こんばんは。いや、私はショールーマー市村さんに感化されて、ちゃんと配信をね、私昨日もしたの。そうなの。そうね、みんなすごい。昨日もしたし今日もしたし、ショールーマーへの道です、これ。なんでって言われると、愛理ちゃんが配信するということで一人ぼっちになるので、しようと思ってしてますね。そういうこと。皆さん、皆さん、やっとしゃべりました。今日は愛理ちゃんはもう2回公演でお疲れですね。2回公演頑張りました。朝からもう眠くてね、すごい眠いんだけど、もう動けないくらい出し切りました。今日はもう正直今日はないと思って疲れた。私も2日連続びっくりです。嬉しい、ありがとう、ありがとう、お疲れ様って。しかもソロユニットの2回公演、初めてだ、初めてでしたよ。たまたまだったとは思うんだけど、なんかすごい疲労がすごい、精神的にも体力的にも疲労がすごい。今日はハーフツイン、今日はそう、コールすごかったね。選んでくれました、ありがたいね。来週劇場に絶対、来週ユエルの生誕かな、待ってます。もうそろそろ置いていい、これ。それに言って、プレッシャーもある、あるよ、もちろん。こばこば、ありがとう。一つ言うと、一つ、そういえばそういえば、実話の話するんですけど。何？今日の、今日夜司会、MC 司会だったんですけど、お昼も司会やったんですよね。でそのお昼こ、逆上がりの時は私もともと司会やる予定じゃなかったんですけど、そのやる予定のメンバーがちょっと体調がね、あんまり良くなくな、悪くなっちゃったから、急遽出る前に司会を頼まれて。何の時に？逆上がりの MC で。あ、そうなんだ。そう、前半後半時のね、MC は急遽やりました、司会。そうだったの。お昼はね、ゆずこしょうさん、ありがとうっていう、ありがとう。実は気合でコール頑張りました。何してるん、影遊びしてた。で、マラソン走って来てくれた人何人かいたんですよ。めっちゃいたよ。そう、メダル見せてくれて、すごい、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。すごいよ、愛理だったら絶対いけないので、本当にすごいな。さえちゃんはアイチルに入らないの。いや、さえちゃんは違う、さえちるに愛理ちゃんが入ってると思うので、私は、いや、やめとく。いや、だって、普通
後輩たちが入るやん、そういうのって多分。いやあれサイチルじゃない、だって渋いとかやるもん、一緒は嫌だよごめんけど。かわいそう。いやでもそういうのは、まあ、作ったことないですけどね、うん、ちょっとグーが出るかと思いました今アイチルじゃなくてアイチル、なんてアイチル、アイチルでお願いします。上がるやつ。でもリンカしか入れないんでしょ、一人、うん、一人限定、一人限定でって言われたんだけど増やしたいから、うん、多分アイチル入れてくださいって言われたらちょっと検討しちゃうかも。でもリンカが怒っちゃうね。リンカが独占欲強いらしいので、ちょっと交渉、リンカと交渉、リンカと仲いい子だったら多分許してくれるかも。違うよ、うん、リンカより後輩7期生とかだったら断れないじゃん、うん、リンカはなんか、確かに、あ、うん、うんってなっちゃいそう。ちょっと人数制限はね特に考えてはないんですけど、そんな入るみたい、入りたいですみたいな子あんまいないからね、珍しい。今はそんななくない？ない。あの植木チルドレンとかの時は結構そういう、確かにね、すごい印象ある。めでる会とかまだちゃんがやってたやつとかあったけど、今そういうのって何がある？マリアぐらいチル、あ確かに今村チルドレンぐらい、チルドレンに交渉は確かに面白い。でもなんかチルドレン、リンカはチルドレンっていうか、なんか弟子ってことでしょ。いやなんか弟子っていうか、ハッシュタグ弟子って書いてたよ。いやなんか仲いいのよ、だからなんかちょっとなんていうんだろう、先輩後輩ではあるけど、イノダリシスか、面白い、なんていうんだろうな、姉妹というかな、話しやすいんだよね、すごい。弟子という弟子とか言ったけど、でも違うな、なんだろう、仲良しなんだよね、あの家相性が、相性が合う。MBTI やっぱ MBTI って合う、なんかやっぱ性格なんだろうな、あの正しいんだろうね、なんか相性的な。あれは今村シニアって何、波長が、そう波長が合うんだよね。6億すごいね。家に帰り着きました、ありがとうございます。今日急遽ではないけど何ないけども、あの再募集だったので、まあどんな感じなんかなって、正直メンバーもさなんか不安だったし、うんうん、演じの時もなんかこうあきちゃんが今日その再募集だったからどんな感じかもう幕開かないとわからないけどっていう話もみんなでしてたけど、本当にたくさんの方が来てくださってありがとうございました。コールがすごい、コール大きかったよね。だからまたまいちゃんの生誕祭がいずれありますので、その時にあの当選してた、もともとの公演当選してた方ぜひ応募してもらって、ちょっとまいちゃん一緒にお祝いしたいなって思ってます。すごい、ありがとう。あー疲れちゃった、今日もう眠いよ。関西日帰りできそうだったから今日行った、ありがとう。みんな DMM12 時になったら見てね。なんかないかと思ってたけど、でも結構早めにもうスケジュール分かったから、そのまいちゃん視点がないっていうのも早めに分かったから、こうやって再募集って形でやりましたけどね、もしかしたら中止ってなってたかもしれないじゃない。だから本当に今日皆さんありがとうございました。うん、っていうことです。すごいありがたい。昨日も今日もありお昼公演あったので、朝早かったんだよね、眠い、だから眠いんだよみんな。えちょっとね、競馬も今日ちょっと当たったしね、また最初公演だったから最後の、いやいや、うん、ねえありがとう。しかもたくさんこうファンの方見つけました、私のファンの方も。
ありがとうございます。ペコリ、また明日から皆さんお仕事など頑張ってください。私たちもまたコンサートリハが再開しますので、やばい、頑張ります。なんかもう本当に昼夜全く違うっていうのはまあいつものことなんですけど、なんか今回みんな結構やばいって言ってる気がする。それぐらいこうギュッと盛りだくさんなので、ちょっと絶対に楽しいと思います。すごいじゃんアップがすごいじゃん。怖い、怖いかな、急に入って、うん、ね、見て、めっちゃ怖くない？それ入ってきた人がさ、びっくりする画角しよう。いいよ、見てどう？ちょっとこうニヤってしてる感じ、こうやって見てて。え、怖い、入ってきたのが。え、喋んないでそれで。でも上の2階公演頑張ったがちょっといいかも。これさ、こうやって監視してる人いるからね、ショールームをさ、管理人の人、ショールームの管理してる人が見てんだって。全部？そう。見てますか？いや、音声は多分聞いてないと思う。じゃあ何やってんだろうってこと？そうだよ。ここからのじゃーん。怖っ。バンされたら悲しくない？これで。うん？バンされたら訴えます。何も悪いこと言ってないから。はあ、ズキさんありがとう。はあ、もう明日はゆっくり寝る。ダメだよ。え？練習しなきゃだよ。大丈夫？私ちょっとさ、なんかさ、セットリストのさ曲が多すぎてさ。ちょっとさえちゃん、心配なんだけど。あのさ、いつもアイディが言ってるじゃん、それ。さえちゃん練習しなきゃだよ。アイディがいつも言ってることだよ。アイちゃんなんか朝から動き出す、うん、いやなんかさ、何がなんか、うん、朝から自主レコードするやん、うん、そう。私夜行きたい派なんで、ちょっとすいませんけど。いや、まあね。で、さえちゃんは今言ってたけど、やんなきゃだよって言ってたけど、絶対遅いよ動き出しが。動き出しは全部遅い。アイリはまあ朝はね強い方ではあるかなとは思います。ね、でもさ、もう昨日自主練してさ結構入れたから。 えあったじゃん、レッスン場行った時。あの時だけか。そうだよ、すごいね。アイリも自主練行ったよ。それであのやばいブロックはやったよ、もうヤバ、うん、ブロックはやったよ。ヤバブロックがあるんだよね。でもな、全部ヤバいもんね。一緒、私も動き出しゆっくりだし、だから着替え出しも全部ゆっくり。もう一番最後に。いいね、なんか顔可愛くなかったら許されてないと思う本当になんで顔が可愛いから許されてると思う。でもさ、後輩から着替え出すやん、そういうの毎回。まあね、みーちゃんとかめっちゃ早いから。ああ、うん、やっぱり。え、みーちゃんいつ着替えたか全然分かんない。いや、すんごい早いよ多分。そうなんだ、うん、一番遠いんですよ私、みーちゃんと着替えも。そうそう、さやとゆなちゃん隣だから2人はまあ同じぐらいに
ベラベラ喋りながら着替えて、うん、まあでもさあちゃんが遅いことであんまり悪影響は別に愛理にはないからいいけど。そうでしょ。うん、別にない。多分衣装さんとかが困るだけで。困ってないよ私自分でできますから、うん、分かんない。まあ私たちはもう早く着替えてって言われるからね。後輩6期から H は着替え出すみたいな。6期から30分前に、うん、6期は30分前でしょみたいなことを言われてて、うん、でも私が6期生と同じタイミングで着替え出すとめっちゃ褒められます。りのちゃんもゆっくり。りのはそんなゆっくりじゃないと思う。てかりのもさやちゃんみたいになっちゃってたらあのさすがに。りのは早いと思うけど、うん、早いと思う。早いっていうか、うん、あの誰もいない時にもう一番最初着替えてたりしない、うん、なんかそうそうそう、もう誰も着替えてない時に。いやそんな残ってはないと思うよさやちゃんみたいに。ねえ、さやがいつもさやみたいに言ってる。今日早かったですよ私。今日は本当のことしか言ってないよ。今日はすごく早かったです。今日は珍しかったんだよ本当にいつもはもうマジで珍しいんだから。 そんな着替え終わってるさやちゃんなんか全然見たことない。おい違うよ、今日は早かった。おいじゃない今日はじゃないよ。今日は今日で着か雨の理由？渋井ちゃん遅いって聞いた。あえそんな。渋井はよく衣装さんに渋井30分前って言ったでしょって言われてる。あと着替え始めてからが長いんですよね。もう半分着替えて動いてみたいな。だから時間かかるなと。さえちゃんが鍵穴すると準備頑張ったんだなって。いやでも鍵穴はもう決まってるから今日この人って。だからもうその時は急がなきゃってなる。だから雨降ってたんだ。だって今日さえちゃんが早く着替えしたから。ねえ最初から降ってたじゃん昼からお昼から降ってたじゃん。着替え手伝い、ああやってくれてます。この髪型なんかすごいコンパクトに、まとまってなんかいいですね。結構さ着替えエリアは決められてますよ。私はゆなちゃんと同じラックで隣コンパクトです。一番あの端。二回コーンお疲れ様、ありがとう。先輩が一番端みたいになってて、コンパクトチって感じ。いや短いのがねなんかいいな。短いっていうか、まあそんなにすごい短いわけじゃないけどね。このコンパクト系で行きたくなりますね。どうさやちゃん、アイディ、この髪型似合ってるかな。ウルフ、うんうん、ほんと。なんかここにさ毛があるの似合うのすごいね。ねえ私似合わない。ここね欲しい。すっきりしてる方が、うん、あー今日もシェーディングしてなかった。いいよいらないよ。もう髪型好きでしたって言いに来た。ありがとう嬉しい。こういう短いのがやっぱすっきりいいですね。でもちょっと迷ってることはある。あのコンサートの時お昼はねアイドル系じゃん。うん、だから迷うんだよね髪型。なんか切れちゃった。切れちゃった。あー本当だ。やだつけたい。ね、ハーフツインとかしちゃったり。ハーフツインとかしちゃったり。お昼公演何しようかなと思って。アイドルコンサートだ。あのいやいつもアイドルだけど可愛いコーナーだもんね。明るくしたりしないの？アイリーも明るくしない。なんでかっていうと髪の毛をもう綺麗になるように
育ててるから、もうね髪の毛を傷めないようにするよ。ハーフツイン、うわーダメだな、ハーフツインは。あ、なんで？さやちゃんみたいなハーフツインだったらいいけど、このショート短いハーフツインはちょっと違うな。ハーフツインってもうちょっとこうねじりにしたら。ねじりやだ。てか何もしない方が良さそう。そうだよね、うん、違う、アーリーこうやってやんない。夜はこうやってしようかなって思うけど、夜、昼はもう普通に。どういうこと？普通にここの毛なし。そうそうそう。あー、こういうやつ。どっちも一緒か迷ってんのよ。もうちょっと女の子らしい髪型にするか。あ、80年代とか90年代のアイドルさんの曲しない、ね、最近ね、あの尾崎さんが行った時は結構してましたよね。なんか昔のエリザベス女王杯は勝ちました、アイドルソング。昼夜ソロとかすごすぎた、ありがとう。嬉しい。結構エリザベス女王杯はコンサートしてたイメージ。枠連をボックスで全開したんですね。公演客ランキングは そしてな、黒字でしたね、帰ってきたものは。それだけ買った。自分が出る曲遅れん、ちょっと分かってるんですけど、ボックス買いで。それも結果プラスです、すごいよね。大ちゃんありがとう。コンサートの HKT のオリジナル曲増えた。いや、本当にそうよね。あの、HKT 楽曲が最近多いよね。多い。でも、ルナエル軸はダメよ、今日は。どうだろう。いや、アイディもね、ルメールは絶対買えとか思って、もう絶対ルメール来るでしょって思ってたのね。だけどあのオッズを見て一番人気だと来ないわ。あれ来る未来は見えなかったから。え、罰金？ランキングの結果見てどう思った？ルメール罰金？嘘、マジで？私のリアクションでなんかバレそうだからなんとも言えないな。え、マジ？ね、ちょっとねなんかこう言えずに。そうなの？競馬の話。え、本当？あー、罰金か。罰金だって。まあ確かに枠連だと、枠が一緒だとあれだね。6番8番6枠8枠1枠6 8 1番の枠が来たから、あれ良かったんだ良かったんだっていうか、だからこそプラスで終われたんだ。良かった。確かに枠連あれ初めて買いましたよ今日、うん、今まで買ったことなかった。いいんだって、うん、そうなんだ。なんかそう、オッズ的にはなんか何番何、あ、 1.9 だ。伸ばすかさ、 1.9 しかなかったからね。あ、 1.9 だったからね、ダメですよね。前髪短いのも可愛いけどね、さやちゃん。ちょっと幼くなって可愛いけど、私目にかかるのが好きじゃないんですよ、うん、そうなんだ。でもかかった方がなんかかかってる時の方が漏れる気がするから。そうなの。迷う。ルメールが一番人気で、その
10.9 とかもう本当圧倒的人気だと、なんか逆にちょっと買いづらいという初心者なりの気持ちになります。え、なんかすごい変な顔すごいさ、なんかおでこ出すとさ眉毛が頼りなすすぎてさ、ちょっとやっぱ眉毛サロンだなこれは。抜けなく行かなきゃな。ロメさん、そろそろ行かなきゃ、うん、何時ですか今？50分くらいかな。50分、11時51分です。いや、なんか眉毛自分でできなくてうまく、だから来週の G1 も。そう、マジ？でも一旦マジか、あの公演がないからさ、一旦って言っても1週間だけど。あ、本当だ。だからちょっとその間にマイルチャンピオンシップ、マイルチャンピオンシップ勝てるかな。荒れるやつしか買いたくなくなるわ。20日も目撃者。じゃあ17と20。あ、すですね、リスナー決めしてる。あ、みんなちょっと聞かないともぜひあのアーカイブでもぜひ聞いてください。ラジコで。すみません、ゆっくり休ませていただきます。24日のスケジュールがなんか見てみたいな書いてあって、公式のスケジュールのとこに、あのこう劇場ってなってるんだけど見てってなってるので、それ私たちも全然何も知らないから何があるんでしょうって。配信イベント、その配信イベントも何やるかちょっと全然私たちも分かってなくて、まあでも周年に関することなのかな。あの周年を劇場でやらないっていうのはいつもあんまりないじゃない。え、ないよ。でしょ。え、周年劇場でやらんことがあったっけ。やらないと思う。前夜祭とかあってもさ、なんか前夜祭的な感覚なんだと思うんだよね、きっと24は。うん、前夜祭じゃないけど、なんかなんていうの、前夜祭とかでやってたようなイベントを24にするんじゃないかっては思ってる、あの予想なんですけど、もうファンの方と一緒なんだけど、情報量がないので私たちも何もお伝えできないんだけど、え、それはファンの方は来られない系のやつなのかな。周年の配信イベントらしいですね。配信だけなのかな、うん、いやどうなんだろう。いや、イベントファンの方もやるんじゃない。劇場でやるならね。だからなんかこあんまりライブとかはなあんまりなさそうな気はしてるけどね、コンサートがあるから、うん、昔大人メンバーが夜中までやってたね。なんかあとマリアちゃんが朝一のなんかヤクルト飲んでラジオ体操ってやってなかったっけ、うん、そうなの。やってなかった？昔。あートークイベントどうなんだろうね。そう、昔は本当にもうダジャレばっかりやってたよね。それが楽しかった。ダジャレ 6周年はロックで、うん、ロック周年とかさ、うんうん、なんか7なんて言ったってみたいな、7周年やってたり、ザダジャレ。確かに懐かしいね。サイさん、刀剣目撃者も
とてつもなく楽しかった、ありがとう。そうそう、だからもうさ、なんか立ち見の後ろまでいっぱい人がいてくれてて、私たちの心配はいらなかったなってくらい、ありがとう。あ、そうだ、ファンの方からあのアイマスクが送られてきたんですよ。本当にありがたい。あのこういう箱でこうやってこれこういう、なんかもうポケモンめっちゃコラボしてないね、あのミスドとかも。そう、もう本当にありがとう。56分ありがとう。花セレブとかも送ってきてね、その日用品的なやつもうね、ありがたい本当に。ラバーベリーのグッズとかも届いて、あのアイマスクつけて寝ようと思います。本当に感謝、ありがとうね。あと20分でいいですか。ありがとう、遅くまでね。皆さんちょっとゆっくり休みたい。じゃあランキング読みますね、先に思います。13位ヨッシー、12位ランキングまっちゃん、11位アリマルちゃん、10位アールさん、9位バラ86さん、8位ラントゥーリブさん、7位キタさん、6位ジェミーニーさん、5位デルファイさん、4位ケンタさん、3位タケボスさん、2位タナベッチさん、1位ゆずこしょうさんです。13位ヒロトさん、12位イチロシさん、11位日村コウさん、10位ヤクさん、9位中村ケンタさん、8位まっちゃん、7位ひろゆきさん、6位ズッキーさん、5位フォクピグさん、4位タータンさん、3位コバコバ、2位ゾウキンさん、1位ダイちゃんです。ありがとう、ありがとうございます。皆さん、みんなたくさん謎の頑張ってくださり、ありがとう、ありがとう。ちょっとアーリーもゆっくり休みます。今日はいっぱい寝るね。ありがとうございました。一日お疲れ様、みんなも。じゃあね、またね、おやすみ、バイバイ。お疲れ様、バイバイ。